クリシュナラージャ一世は、南インドのカルナータカ地方、マイゾール王国の君主、ドッタ・クリシュナラージャとも呼ばれる。1714年2月18日、フオーナ・ラサー・ラージャ二世が死亡し、息子であるクリシュナラージャ一世が王位を継承した。その地世、南インドは、ムガル帝国の主権から離れ、マイゾール王国をはじめ、カルナータカ大主やタンジャーブール・マラーター王国、 ケラディナ・ーヤカーサ、その他ナワーブの政権などが拡挙する新しい地図が出来上がっていた。1724年、カルナータカ大使をはじめとするナワーブの軍勢が王国の首都シュリーランガパッタナを包囲した。この包囲を解くため、マイソール側は千万ルピーを払わなければならなかった。1732年3月5日、クリシュナラージャ一世は、 このような情勢の中で死亡し、養子としていた一族のチャーマラージャ7世が多いを、継承した。枚数は3、カラシマ、世界歴史体系南アジア資産、南インド、年表、P38 来 1897A、ピアニッシモ、369370、枚数は3、ありがとうございます。